今、日本では空前の韓国ブームが起きているよね。ああ、韓国系ファッションやヘアスタイルはすごい人気を誇っているな。今はとりあえずそのあたりを抑えておけばおしゃれになるもんね。K-POP の影響は凄まじいものだよ。個人的に韓国の文化は尊重できるけど、韓国のものづくりに関しては、ね。そうだね。今回は韓国の潜水艦事情をドイツから得た技術とノウハウを含めて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。韓国海軍は現在、最新型潜水艦 KSS-3 として水中排水量3800トンのドサンアンチャン補給、通常動力潜水艦の建造を進めていて、ネームシップのドサンアンチャンホが2021年8月13日に就役したのに続き2番艦アンム3番艦サルシンチェホが浸水して偽装中らしいよ。この3隻は KSS-3 計画艦バッチ1と呼ばれて、巡航艦対地ミサイルなどを発射できる VLS ミサイル垂直発射システムが6セル装備されていて、先日ドサンアンチャンホが海中からのミサイル発射実験に成功したとの報道があったね。また、韓国海軍ではさらに発展させた KSS-3 計画艦バッチ2の設計を進めている上に、バッチ3が原子力潜水艦とする計画があると、韓国メディアが報じるなど潜水艦建造においてかなり鼻息が荒い状況で、日本のインターネット上では休戦中の北朝鮮とら陸続きである上に領海面積が狭い韓国に、VLS 搭載潜水艦が必要とら思えず、ましてや原子力潜水艦を保有したところで使い道がないと思われると指摘することが多く、これらの潜水艦の使い道としては、日本を仮想敵国としているとしか考えられないと懸念する声もあるようだぜ。このようにオーバースペックなのではないかと思われる潜水艦の建造と開発を進めている韓国であるんだけど、これまで韓国がドイツの214型のライセンス生産である現在主力潜水艦ソンオニル級の運用状況を振り返ってみると、韓国のお寒い潜水艦事情が垣間見えるんだよね。韓国海軍は1980年代から潜水艦を保有する計画を立て第一段階として KSS-1 計画艦を立案し、ドイツの輸出用通常動力潜水艦209型を導入することになったんだ。ホバルツベルケドイツ造船のキール造船所で一番長歩行を建造する際に、韓国の大宇造船海洋の技術者たちが大津に派遣され、建造技術を学んだ上で2番艦および3番艦はドイツから艦隊のパーツを送らせて、大宇造船海洋の玉浦造船所で組み立てるノックダウン生産という建造方法をとっており、4番艦以降はライセンス生産によって大宇造船海洋が国内建造を行ったが18隻の建造計画は9隻の収益で終了となり、韓国の潜水艦は時給のソンオニル級に移行したよ。第2段階の KSS-2 計画艦ソンオニル級には再びドイツの輸出用通常動力潜水艦214型が採用されたみたいだぜ。214型ってどんな潜水艦なの？214型は非対機依存推進システム AIP が導入され、水中排水量は209型の約1300トンから約1900トンに増やされた発展型となっているよ。超歩行級で潜水艦建造のノウハウと技術を取得した大宇造船海洋がバッチ1の建造を担当するものと思われていたが、なぜか潜水艦建造経験がないヒュンダイ重工業が3隻を建造することとなったんだ。1番艦のソンオニルは2006年6月に浸水したが、偽装中にスクリューからのノイズが大きい欠陥が判明、推進軸を交換するなどした後に2007年12月に就役し、さらに2008年12月に2番艦チョンジ、2009年12月に3番艦安住軍が就役した形になったよ。ところがここで韓国海軍は、潜水艦の建造経験のないヒュンダイ重工業を選んだことの付けを払わされることになるんだよな。まず1番艦ソンオニルは就役後も推進軸からの騒音が収まらず、実戦運用もできずに近海の試験航行が続けられていたが、2011年4月にその改修のためドック入りしたものの、解決することができずに20ヶ月間もそのまま放置されているんだ。1番艦の騒音問題が解決できないまま2番艦チョンジ、3番艦安住軍を就役させたが、2010年にはこの3隻全てが運用停止とされていたとして朝鮮日報などが報じているぜ。ああ、欠陥だらけでお金の無駄だね。その原因として明らかになったのは、甲板と艦橋を接続するボルトが緩んだり折れたりするという由々しき問題で、1番艦ソンオニルで2006年から2009年の間に6回発生、2番艦チョンジでは就役後2年間でやはり6回、3番艦安住軍では3回発生しているらしいよ。
潜水艦でそんな問題が起きるなんて怖すぎだよ。当初は韓国で製造されたボルトの強度不足が原因とされて、ドイツの HDW の規格によるボルトに交換したが折れることはなくなったものの緩むことは解決することができなかったらしいよ。そこで HDW の技術者が韓国まで出向いて調べたところ、ボルトだけでなく環境と甲板の接続部分そのものの強度が不足していたことがわかり、金属板などで補強を実施して半年かけて解決したのであるが、その根本には韓国製造業への手抜き体質があるとも言われているな。日本がそんないい加減な国じゃなくてほんとよかったよ。自分たちが被害を被るだけならいいけど、他人に迷惑はかけないでほしいよね。結局のところ韓国企業においては、潜水艦に使用される超高強力鋼板を加工する技術力が不足していたことが原因とされ、4番艦2号については潜在潜水艦の建造経験を持つ外遊造船改良と交互に建造することになったらしいぜ。しかし、これにて一件落着かと思われた孫を見る旧通常動力潜水艦であったが、さらに深刻なトラブルが待っていたようだぜ。この孫を見る旧通常動力潜水艦には非対機依存推進システム AIP が搭載され、浮上せずに数週間に及ぶ作戦行動が可能とされていたんだけど、搭載されている燃料電池の不具合が発覚して数日程度しか潜航できないことが判明したんだよね。214型の原型でドイツ本国やイタリア海軍が運用している212A型通常動力潜水艦でも故障は多く、6隻を保有しているドイツ海軍では2017年に全ての潜水艦が運用不能になるなどしているが、燃料電池の不具合によるとされるトラブルの報告はなく、韓国製の燃料電池不具合によるものである可能性が指摘されていて、就役前の燃料電池の故障が93回、就役後も102回の不具合が発生していたことが明らかになっているよ。三桁声の不具合なんておかしいでしょ。この他にも4番艦までの全艦の水中騒音が海軍の要求基準値を40デシベル以上も超過していたことが2015年9月に判明したが、解決のめどが立たないため海軍では5番艦以降では要求性能の中に水中騒音基準を含まないことにして建造を進めているというよ。さらに2021年7月にはこの孫を見る旧潜水艦艦名不明が定期点検修理後に基地に移動しようとした際に、原因不明のトラブルにより海上で立ち往生してしまい、民間のタグボートに曳航されて出てきたばかりのドックに戻るという前代未聞の事故が発生しており、韓国製潜水艦の導入を進めているインドネシアなどが購入を躊躇していると言われているぜ。絶対買わない方がいいよ。いくら安くても、安全面でこれだけ問題があるんだから、無駄金になること間違いないんだから。このように、これまでに様々なトラブルを引き起こしている韓国潜水艦と比べると、海上自衛隊潜水艦においては、人為的なミスによる他艦船との接触事故以外に問題が発生したとの報告はなく、その静粛性と相まって世界に誇る優秀な通常動力潜水艦であると言えるよね。韓国海軍ではこの先ドサンアンチャン補給をさらに発展させ、その上で原子力潜水艦を保有するとしているが、ここまでの潜水艦建造技術を見る限り、ドサンアンチャン補給にも何らかのトラブルが高い確率で起こることが予想され、アメリカも原子力潜水艦の建造を許可することはないだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。